オラクルプランニング&バジェッティングクラウドからオラクルフュージョンファイナンシャルズクラウドサービスへの予算データ書き戻しのチュートリアルへようこそ。このデモはデスクトップレコーディングアプリケーションを使って作成されました。総勘定元帳への PBCS 予算データのエクスポートは段階的なプロセスで、実行するには次の情報を収集する必要があります。元帳 ID、 会計カレンダー、元帳通貨、勘定科目体系。オラクルフュージョンファイナンシャルズクラウドサービスでナビゲーターを開き、設定と保守をクリックします。検索オプションを使って主要元帳の管理タスクを開きます。検索結果が表示されます。タスクを開きます。主要元帳の管理ページが表示されます。検索結果の上の検索ボックスを使って元帳を見つけます。元帳 ID、 会計カレンダー、元帳通貨、勘定科目体系をメモします。ビジョンオペレーションズ元帳を使用します。次に会計カレンダの管理ページを開きましょう。ソースとターゲットのシステムで期間名を一致させる必要があります。元帳で使用する会計カレンダを検索します。カレンダ名をクリックして期間名を表示します。年度を選択します。使用する期間名をメモします。2015年1月にインポートします。参照用に期間名を Excel にエクスポートすることもできます。次に勘定科目体系のセグメント順序が不明な場合は、勘定科目体系構造の管理ページで参照できます。モジュールドロップダウンリストで総勘定元帳を選択し、検索をクリックします。検索結果で総勘定元帳アプリケーションが選択されていることを確認し、構造の管理をクリックします。名前フィールドに勘定科目体系名を入力し、検索をクリックします。編集をクリックして勘定科目体系順序を表示します。勘定科目構造をメモします。この情報はターゲットアプリケーションの構成時に必要です。値セットの管理ページを開き、会計シナリオを確認しましょう。値セットとしてアカウンティングシナリオと入力します。モジュールとして総勘定元帳を選択します。検索をクリックします。総勘定元帳モジュールのアカウンティングシナリオ値セットコードを選択し、値の管理をクリックします。会計シナリオが表示されます。インポート先のシナリオを選択し、メモします。フォーキャスト Q1 にインポートします。これらの値は、アクションメニューや追加・編集アイコンを使って追加または編集できます。オラクルプランニング&バジェッティングクラウドに切り替えてデータ管理を開きましょう。ナビゲーターを開き、データ統合をクリックします。データ管理で設定タブを選択します。まず、ソースシステムを構成します。ソースシステムの名前を、ジェネラルレジャーとします。ターゲットアプリケーションを作成する際、ソースシステムと同じ名前を付ける必要があります。説明はオプションです。ソースシステムタイプをファイルに ODI コンテキストをグローバルに設定します。入力内容を確認し、保存をクリックします。次にソースシステムのソース接続を構成します。次の情報を入力する必要があります。総勘定元帳ジョブの役割が割り当てられたユーザー ID、パスワードと Fusion Web Service URL、構成をクリックします。ターゲットアプリケーションを追加します。複数の勘定科目体系にインポートする場合は、カスタムアプリケーションを勘定科目構造ごとに作成する必要があります。タイプとしてカスタムアプリケーションを選択し、OK をクリックします。アプリケーション詳細セクションでソースシステムに付けた名前を入力します。ディメンションの詳細タブで PBCS ディメンションと総勘定元帳勘定科目のマッピングを作成します。マップするディメンションごとに行を追加します。ディメンション名として PBCS のディメンション名が保存されます。ターゲットディメンションクラスとして勘定科目とエンティティを除くすべての行の値を汎用に設定します。データ表列名は勘定科目体系の順序によって決まります。例えば勘定科目構造では会社が最初のセグメントです。その場合、会社の PBCS ディメンションのデータ表列名は UD1 になります。UD はユーザー定義の略です。次のマッピングに注意してください。予算名ディメンションのデータ表列名は勘定科目に、元帳ディメンションのデータ表列名はエンティティに設定する必要があります。アプリケーションオプションに進みましょう。PBCS アプリケーションから Fusion General Ledger への転送プロセスを有効にするため、ファイルへのエクスポートを使用可能にするオプションを High に設定する必要があります。次にインポートフォーマットを定義します。インポートフォーマットによりソースシステムから抽出するデータ列と Fusion General Ledger への書き戻しの前に、データ列をデータ管理ステージング表に格納する方法が決まります。名前はインポートフォーマットをロケーションなどの他の構成に割り当てるときの識別名です。
説明はオプションです。ソースタイプを EPM に設定します。ソースアプリケーションはビジョンです。ターゲットタイプとして EPM を選択します。ターゲットのカスタムアプリケーションはジェネラルレジャーです。この統合にドリル URL は不要です。入力内容を確認して保存します。マッピング情報を追加しましょう。勘定科目体系のセグメントごとに行を追加します。有効な会計シナリオを予算名ターゲットセグメントに必ずマップします。式テキストボックスに名前を追加するとデータを特定のメンバーにロードできます。次にロケーションを追加します。場所によりソースとターゲットのシステムにインポートフォーマットをリンクします。名前を入力します。説明はオプションです。定義済みのインポートフォーマットを選択します。ソースとターゲットのシステムは自動的に選択されます。送還上元帳で使用する通貨を入力します。入力内容を確認して保存します。基幹マッピングについて説明しましょう。基幹マッピングはソースとターゲットのシステムで基幹フォーマットを一致させるために使用します。アプリケーションマッピングタブでターゲットの PBCS アプリケーションを選択します。データをインポートする基幹ごとに行エントリーを追加します。追加する基幹キーを選択し、OK をクリックします。基幹キー、全基幹キー、基幹名が自動的に入力されます。ターゲットアプリケーションの機関にエントリーをマップするためのターゲット情報を必ず入力します。保存をクリックします。次にデータロードマッピングに進みましょう。定義済みのロケーションとデータをロードする機関を必ず選択します。送還上元帳セグメントと PBCS のメンバーが一致しない場合は、データロードマッピングを使って不一致データのインポート先を指定できます。ディメンションドロップダウンリストのオプションはインポートフォーマットで構成したディメンションに応じて変わります。インポートするディメンションごとにマッピングを作成する必要があります。この例では類似マッピングタイプを使って送還上元帳の勘定科目を変更なしで PBCS の勘定科目メンバーにマップしています。データロードルールを作成しましょう。データロードルールを実行してターゲットアプリケーションへのデータのインポートとプッシュを行います。まず正しい場所と POV が選択されていることを確認します。データロードルールの名前を入力します。説明はオプションです。カテゴリー、基幹マッピングタイプ、ソースプランタイプを選択します。ソースオプションタブのソースフィルタセクションでインポートするデータをフィルタリングできます。この例ではインポートするディメンションごとにソースフィルタを追加しました。ターゲットオプションタブをクリックします。ファイルへのエクスポートオプションが有効であることを確認します。保存をクリックします。データルールを実行してデータ管理へのインポートをテストしましょう。データロードルールの実行を選択する際、ソースからインポートが選択されていることと、期間の選択を確認します。インポートプロセスの現在の状態がステータス列に表示されます。チェックマークが表示されるまでリフレッシュをクリックします。ワークベンチに移動し、インポートしたデータをご覧いただきます。データは現在、データ管理にステージングされています。データロードルールを実行し、書き戻しプロセスを完了します。エクスポートリンクの下のステータス表示がロード成功になったら、Fusion Financials クラウドサービスに戻ります。ナビゲーターを開き、スケジュール済みプロセスをクリックします。予算の検証とアップロードプロセスを見つけて、両方とも成功したことを確認します。詳細残高の問い合わせを実行しましょう。ナビゲーターで財務レポートセンターをクリックします。データアクセスセットを選択し、詳細残高の問い合わせをクリックします。転送した元帳勘定科目情報を選択します。検索をクリックします。エクスポートしたデータが表示されます。このチュートリアルでは、Oracle Planning & Budgeting Cloud から Oracle Fusion Financials クラウドサービスへ予算データを書き戻す方法を説明しました。詳細は cloud.oracle.com を参照してください。